ジェームズ・アボット・マクニール・ホイッスラーは、アメリカ合衆国の19世紀後半の画家、版画家、主にロンドンで活動した。印象派の画家たちと同世代であるが、その色調や画面構成などには、浮世絵をはじめとする日本美術の影響が濃く、印象派とも伝統的アカデミズムとも一線を画した、独自の絵画世界を展開した。ホイッスラーは、1834年に、 アメリカ合衆国マサチューセッツ州ローウェルに土木騎士の子として生まれた。アメリカ人であるがパリで美術を学び画家としての生涯の大半をロンドンとパリで過ごしている。ホイスラーは土木騎士であった父が鉄道建設の仕事のためロシアに移住するのに従い1842年からの数年間をロシアのサンクトペテルブルクで過ごし、その後 ロンドンやブリストルにも住んだ。1851年にはアメリカに戻って、ウェストポイントの陸軍士官学校に入るが1854年に中退。1年間ほどワシントン DC で地形図の同伴学校として働いた後、1855年にはパリに今日構えている。パリでは当時のリアリズムの巨匠であったシャルル・グレールのアトリエに通うが、 その伝統的な画風に飽きたらず、当時の革新的な画家であったギュスターブ・クールベに強い、共感を覚えた。パリでは、画家のアンリ・ファンタラ・トゥール、アルフォンス・ル・グロと三人会を結成している。数年後の1859年には、ロンドンにもアトリエを構え、ロセッティ兄弟と知り合った。以後、ロンドンとパリを往復しつつ、制作活動を続け、1860年からは、 ロンドンのロイヤルアカデミーに出品している。ホイッスラーは1862年にロンドンの展覧会に出品し、翌1863年にはパリの落選展に出品された当時恋人だったジョアンナ・ヒハーナンをモデルにした白の少女で一躍注目を集めた。この作品ではモデルの少女の白いドレス、手にしている白い花、背景の白いカーテン、 足元の白い敷物など、様々な白の色調が対比され、人物の内面描写よりも、色彩のハーモニーを表現すること自体が、絵画の目的となっている。この頃から彼の作品には、シンフォニー、ノクターンなどの音楽用語を用いた題名が付される、ことが多くなった。1876年から翌年にかけては、パトロンであった不合礼ランドのロンドンの邸宅の、 室内装飾を手掛けた。壁面肉弱を大きく描いた食堂の内装は、後に部屋ごと、ワシントン DC のフリアギャラリーに移されている。1879から80年は、ベネツィアで過ごしたが再びロンドンに戻り、1886年には、イギリス美術家協会会長に任命されるなど、名実ともに、イギリス画壇の中心人物となった。1903年に、 ロンドンで没している。リトティントで描かれた、ノクターン、バタシーのテムズ川1878年単美主義の代表的画家とも目される、ホイッスラーの絵画は、現実世界を二次元平面に再現することよりも、色彩と形態の組み合わせによって、調和の取れた画面を構成することを重視していた。作品の題名に、シンフォニー、ノクターン、 アレンジメントなどの音楽用語を多用することも、絵画は、現実世界の再現ではなく、色彩と、形態からなる自律的な芸術だとする彼の姿勢の、繁栄といえよう。こうした彼の絵画に対する考えは、印象派やセザンヌなどに通じるものだが、ホイスラーの用いる色彩は地味で、モノトーンに近い作品も多く、光と色彩の効果を追い求めた、印象派の作風とは一線を画している。 イギリスでは1862年ロンドン万国、博来会以来、日本の美術工芸品が紹介されており、上述のような、ホイスラーの作風にも浮世絵などの日本美術の影響が指摘されている。64年にはジャポニスムによる作品を試み、日本の楽観のような蝶のサインを使った。68年になると、浮世絵の衣装を着用した。 肌色と緑のバリエーションイコールバルコニーを制作。ホイスラーの代表作の一つである、青と金のノクターン、マイナスオールドバターシーブリッジは、ロンドンのテムズ川に架かる平凡な橋を描いたものだが、橋全体のごく一部を、下から見上げるように描いた風変わりな構図、単色に近い色彩、水墨画のような、滲んだ輪郭線などに、日本美術の影響が感じられる。 1877年にロンドンのグローブナーギャラリーにホイッスラーが出品した黒と金色のノクターンマイナス落下する花火はほとんど抽象絵画を思わせるまでに単純化された作品であった同時代の批評家でラファエル全派などの新しい芸術運動の理解者であったジョンラスキンもこの作品は理解ができずまるで絵の具壺の中身をぶちまけたようだと酷評したこのため ホイスラーは名誉毀損でラスキンを訴えるに至る。ホイスラーは訴訟に価値はしたものの多額の訴訟費用を支払うために辞邸を売却する羽目になった。ありがとうございます。